未来を見るという能力ですね。未来を見るという能力をですね、目に見える形で説明するために、高さで説明します。これあの、レゴのミニフィグですね。身長が、目の高さが2センチぐらいです。この人が、まあ普通の人としましょう。そしたら、この人は、20歳ぐらいの人はどれぐらい未来を考えて行動できるかっていうと、せいぜいね、大学を卒業して就活するところまで。つまり、この身長2センチの人は、 遠さで言うと5センチから10センチぐらいのところまでしか見えないわけですね。距離で言うと5センチから10センチぐらいの人しか見えないんですよ。で、ええー、まあ、つまりな、どういうことかというと20年生きてっていうのをですね、得られる視野っていうかな、視野の高さっていうのは、せいぜい5、あの、5年ぐらい、5年先のことしか考えられない。まあ、ほとんどの人は、ほとんどの20歳ぐらいの人は来月の試験とかですね、春休みにどこに行こうぐらいしか考えられないし、目の前になんか大きいそういうイベントとかがあったら、 もうそれだけで目の前がいっぱいになっちゃって、それしか見えなくなっちゃう。ですね。これが普通です。で、ずっと未来のことっていうのは霞がかかっちゃうし、ちょっとした障害物ですね。今置いたような、なんか、こんなものがあったら、もういきなりもうそれしか見えなくなっちゃって、何にも、あの、この先が見えなくなってしまうと。しかし、この人がですね、進捗が高かったら話別なんですよ。もし仮に、この、 このちっちゃいミニフィグにとってこいつは大きい障害物で向こうが見えなくなりますけども、言っちゃえばですね、身長が10センチぐらいあればですね、急に先まで物が見えるようになるわけですね。だから、こういう本がですね、目の前に、 うわ、こっから大学4年間どうしようって大学4年間という中さ、ドーンとあったら、このミ,ミニフィグにとったら、この入学試験しか見えないわけですね。<laughs> この、この部分の入学試験しか見えないんですけども、身長が10センチぐらいあると、その大学生活の向こうにあるところまで目線が届く。つまり、未来を見る力っていうのはですね、こういう高さに変換して考えると、まあちょっと図形的に、あの、わかりやすくなると。で、えっ、ー、とですね、 これどういうことかっていうと、あのね、前が見える、未来が見えるということは同時に過去も見えるということなんですよ。この辺からお話になっていきますね。つまり、過去の視野が狭い人、昔のことをあまり知らないことっていうのは、実は未来の視野も狭いんですよ。視点が高いと、 あの、絶対に、遥か昔まで見通せると。つまり、歴史的なこともある程度分かっていると。そうじゃなくて、視点が低いとですね、歴史的なものも自分が生きている範囲、もしくは思春期になってからのことしか分からないわけですね。だから、昔の日本のこととか世界のことを言われても、そんな生まれてないから知らないというふうに言えるわけですよ。ただし、背が低いにはいいことがあります。足元が見えやすいんですね。 足元が見えやすいし、隣のやつと手を繋ぎやすいんですよ。だから連帯するにはちょうどだし、今流行っていることっていうのは、この背が低い状態だったら絶対に分かりやすいです。逆に言えば視野が広すぎる人間っていうのは足元が見えない。今流行っていることがよくわからなくなる。ですね。これ10センチなんですけども、もう こんなもんで、ね、あの、歴史上有名な人とかね、仕事で大成功した人なんか身長1メートルぐらいになってくるわけですよ。そうすると身長1メートルぐらいになってくると、100年先のことまで分かっていろんなこと考えれるんですけど、足元が全く見えなくなるんですね。そういう欠点もあります。ですね。で、昔が分かると、まあ逆方向を向くだけで未来のことが分かる。視野の差っていうのはどんどん広がっていくるんですけども、もちろんこの今、これ話してるのはですね、全部例え話です。例え話だから、 基本的にですね、だじゃあ、昔のことを知ったら、勉強したら、未来が見えるようになるわけじゃないんですけども、少なくとも、未来が見えるためには、昔のことを勉強するしかないって、この法則は僕間違ってないと思います。あの、つまり、勉強だけは全てじゃないんだけど、勉強なしで、うまくやった人を僕は見たことがないんですね。だから、過去、 本を読んで過去を知るってことは過去をいかに面白がれるかということなんです。過去をいかに面白が,がれるかが分かれば未来を生き生きと語ることができるのでですね。まあ、勉強というのはそのために必要。 不可分なもんなんですけども。あの、村上さんにですね、あの、村上信五さんに、どうやればそういうふうに未来のことが見えるようになるんですかって言われたときに、それは勉強するしかないんですけどねっていうような言おうとしたときに、これが一気に頭の中に浮かんできて、いや、でもこれをこう、ラジオの番組で言ってもしょうがないな。 なんかね、あんまり夢ない話ですよね。勉強しなきゃダメだよっていうのは。あの、未来を感じる力、未来格差の基礎っていうのは実は勉強であって、いろんなしょうもないことをですね、次から次へと興味湧くままでいいんですけど、勉強してて、それが自分の中で繋がるんですね。頭の中で繋がって、ある日ですね、なんかネットワークになるんですよ。あっていうようなネットワークになると、あ、分かったっていうような感じが、週に1回ぐらい訪れるようになるんですよ。で、これが勉強の次の段階の世界観です。 世界観っていうのは知ってることが組み合わさって根を張って木のようになんかこう伸び始めるんですね。そうすると、その木に登るとずっと先に見えると。つまり、本っていうのをいろいろガーッと読むと、その本の上に登ることができちゃうんですね。<laughs> これだけでですね、視野っていうのがもう圧倒的に広がっちゃうわけですよ。だから本読むのは得。自己投資の中でも実はかなり安くて得な方法です。で、あのー、 まあ、さっきも言ったように普通の人とはどんどん話があの合わなくなるし、これをどう乗り越えるのかのポイントはまたいつか話そうと思います。